トベ、トーヒロース、レイスリー、で衝撃。岸く君のパートが混ざってます。ナンバー、愛の予測不可能なライブエピソード。翔ちゃんの独特な指導が面白い。トベドームの熱狂的な雰囲気の中で、興奮冷めやらぬ中、ゴートのアンコールが始まりました。しかし、驚くべきことに、このアンコールでは通常のパフォーマンスとは一味違ったものがありました。紫テルちゃんが指さして、ジン、俺、岸く君、ジン、俺、 岸くんの順だから、と教える場面がありましたが、岸くんはなかなか理解できず、何度も教えてもらっていたようです。紫てるちゃんのユニークな指示に笑いが起こり、会場はさらに盛り上がりました。紫てるちゃんが熱心にパート順を指さし、自身のパートを確認していましたが、岸くんがなかなか理解できず、何度も指導を受けていたそうです。紫てるちゃんのパート部、壊れていたという面白いハプニングに笑いが起こりました。 このような突発的な出来事が、ライブをより一層魅力的にしてくれますね。岸くんのパートがちょっとした混乱を招いたようですが、それもまたライブの醍醐味でしょう。彼らの人間にあふれる姿勢が、ファンにとっては愛おしく感じられる瞬間でした。特に、神宮寺くんの、タクシー乗るのに、元優い氏や、岸くんの、君に見てほしいんだという部分での紫エルさんの歌唱は、会場を大いに沸かせたようです。 紫てるさんの酔っ払いや踊りのようなパフォーマンスは観客を笑顔にさせ会場にさらなる楽しさをもたらしました。フロート上での会議の様子もファンにとっては特別な瞬間でした。3人が縁を形成しお客さんの前に登場するまで延々と続けられたその様子は可愛らしさ満点でした。登場後も3人が一斉に同じ方向にファンサービスをする姿が会場を盛り上げました。これこそナンバー 愛の魅力の一端ですね。そして一度登場すると3人は慌てて一斉にファンサービスを行いその姿に会場は大いに笑いと歓声で包まれました。何年も応援しているファンにとって彼らの姿勢は飽きることのない魅力を持っていることを改めて感じさせられました。登場する際には一斉に同じ方向にファンさしていた様子もファンにとってはたまらない瞬間だったことだろう。ライブの魅力は ただ音楽を楽しむだけではなく、アーティストとファンが共に楽しむことにあります。トベドームの3日間は、まさにその醍醐味を味わえる素晴らしい時間だったことでしょう。これからも、彼らのパフォーマンスには目が離せませんね。これからのライブシーンで、さらなる驚きや感動が待っていることを楽しみにしています。あなたが最も楽しんだライブの瞬間は何でしたかどんなパフォーマンスがあなたにとって特別な思い出となっていますか どんなエピソードがあなたの心を捉えましたかそれを一緒にシェアしましょう。ライブの醍醐味は、やはりこうした予測不可能な瞬間にあります。ファンにとっては、アーティストたちの人間味あふれる姿が愛おしく、応援する喜びを倍増させます。その証拠に、楽しいエピソードをシェアしたファンからは、喜びと感動が溢れています。今回のライブも、多くのファンにとって忘れられない思い出となることでしょう。そして、 次回のライブではどんな新たな驚きが待ち受けているのか、ますます楽しみですね。皆さん、ライブの醍醐味は何だと思いますか予測不可能な出来事やアーティストたちの人間味、それとも熱狂的なファンのエネルギーでしょうかあなたのお気に入りのライブエピソードは何ですかぜひ、あなたの体験や感想をシェアしてください。